オムライスさん、たやきちゃん、山田スタンバラ、くにさん、お疲れスタンプありがとうございます。はい、ということでですね、始めていきます。 T シャツなんて書いてあるんですか？ T シャツはなんだ、これです。チョッパーです。チョッパー、チョッパーさんのなんですよ、実は。こんばんは。ワクサーハート竹本さん、なんだ、たやきありがとうございます。石井さん、たやきスタンプありがとうございます。たやきたやき、フルーツ大福をゲットするため、フルーツ大福みんなで食べましょう。みんなでというか、おめでたい、あ、おめでたいのたいなねえ、たゆきね、なるほど。T シャツはね、T シャツというかね、ショールームがね、最近ちょっと変わって反転しちゃうみたいなんです、文字が。そう。なんです、ちょっと、あ、もうちょい明るくしようかまつげをあげようかな。でもなんか設定で変えれるみたいな言ってましたよ。そう、だから設定で変えれると思う。プップップ、
パクさん落雁ありがとうございます。たい焼きは適当に食べる派ですね。なんか上とか下とか関係なく、とりあえず持って食べやすい方から食べます。そう、しっぽさんめっちゃ可愛いスタッフありがとうございます。あ、そう、乾杯しなきゃ。だいたいね、始めて10分後ぐらいにするんですよ。あ、そうそう、あの、なんか設定で変えれるよみたいなって昨日言ってた気がするので、ぜひ。これはは寝るだけですか。そうですね。いや、ちょっとやることあるんですけど、それをやんないとって感じですね。ですね。って感じです。ギフト何個、今何個ってどこで見れるんだろう、全然わかんないや。今日のジュースは、いや、最近ずっとこれなんですけど、オレンジジュースに、あの、なんだっけ、あれですよね、オレンジジュースに、534で、どこで見るんだろう、534そにプルーンを入れたやつです。21までに獲得達成すればいいですね。皆さんぜひたい焼きちゃんを、たい焼きちゃんをよろしくお願いします。そう、2000個達成したらフルーツ大福を、フルーツ大福をゲットできるんです。だから配信で食べたいんですけど、まだお肉も届いてないけど、でも順次結構メンバーみんな届いて、あ、届いたよみたいな聞くので、うん、今ね、和菓子の日が6月16日らしいんですけど、そう、3日前からかな、2日前から始まってるんです。ぜひ和菓子ギフトとか、対象ギフトは和菓子全部かな。いい匂い。ちょっととりあえず乾杯しようかな。ケーピそうそう、和菓子ギフトのとこ入れるんだけど、
やっぱ和菓子のギフト全部いけますよね。はんなり和菓子ギフトと連動したキャンペーン。だからそうか、くまあんみつ、にゃんこ三兄弟、ちりはな落雁、あ、アニメってこれね。で、たいやきちゃんアニメ、たいやきちゃん無料っていうギフトがね、1,2,3,4,5 種類あるんですけど、それを2000個達成できたら、達成できたらフルーツ大福がもらえるということで、配信でね食べたいので、おいしそう。テロップに書いた方がいいよ。たい焼きこんばんは、たい焼きちゃん、和菓子、あー、和菓子の日、ね、そう、私はオレンジジュース。じゃあちょっと先に乾杯をいたします。本日もお疲れ様でした。乾杯。ケピー。ちょっとプルーンを混ぜてなかった。プルーン、う、スパイ、スパイ、田所さんハートありがとうございます。乾杯。和菓子というのは日本のお菓子です。和のお菓子って感じ。たい焼きだけかな、なんかたい焼きだけってね、私見つけてないんですけど、うん、そう、しゅんごさん、たい焼きちゃんありがとうございます。たい焼きだけか、そう、どこにも書いてないからさ、どっちなのかなと思ってた、ずっと。あーし、いらない、いらない。あ、対象ギフト、たい焼きちゃん、たい焼きちゃんって書いてありますね。岩津さん、たい焼きありがとうございます。もう我ながらいい テロップ。バグった？バグってないか。KP。暑い。なんでこんな暑いんだろうかというね。感じでございますけども。
泳ぎ、泳ぎ、泳ぎたいやきちゃん、泳ぎたいやきちゃん、泳ぎ、泳ぎ、うん、泳ぎたいやきちゃん、お寿司大好きさん、初見ありがとうございます。乾杯の韓国語がどうやって知っているの？どうやって知っているの？コンペみたいなやつ。カンペ。カンペ。そう、韓国語を話す。韓国の。TikTok の方を見て、が言ってました。そう。スーパーで流れてました、たい焼きくん。たい焼きくんってなんだ。たい焼きくんはね、名前知ってるんですけど、名前は知ってるけど、危なかった。そのね、歌をね、聞いたことがないです、私。世代では。で、なんだろう。無愛日、無愛日、マジでどのわかんない。泳げたい焼きくんは文字しか知らない。文字、文字、泳ぎたい焼きくんっていうワードしか知らないわ。こんなんなんだ。びっくり、びっくりなんだけど、結構。こういうの、見えないか。あ、私これしか見たことないかも。この、こういう、本当にたい焼きの絵のやつ、このなんかすんごいガチのなんか人間っぽい、こうガチの人間っぽい絵っていうか、ガチのたい焼きくんの絵は初めて見た。これですよね。これではない。泳げたエッグの歌ってサラリーマンの歌らしいですよ。めっちゃ出てくる。サラリーマンの歌ってめっちゃ出てくる。
すっごい歌詞深くないこれ。びっくりした今歌詞見て。ニニギさん、たいやきちゃん、ありがとうございます。コーヒー飲みすぎで肌がボツボツって聞いた。なんだコーヒーめっちゃ深い。いつか弾き語り。確かにね、団子三兄弟はさすがに知ってますよ。あの私あのあれで最近はあれ流行ってますよね。流行ってるかわかんないけど、あ、私が好きな時なんですけど、横浜勢っていうユーチューバーさんがいらっしゃるんですけど、横浜勢さんのゲーム、何も関係ないゲーム、本当に何も関係ない単語の、何も関係ない単語って言って始まるんですけど、あの韻を踏んでいくゲームなんですけどね。そう、何も関係ない単語って言って、本当に その団子っていう、うんうんみたいな音とか、一番目に踏んだ人の韻で韻を踏んでいくみたいなゲームなんですけど、つむじかぜさんバラありがとうございます。そうそう、なんだろう、なんかあるかな、韻。クレイジーダンスゲーム、クレイジーダンスゲーム、例えば文字を変えるよフォントってなって、みんなでフォントって言って、文字を変えよフォント、フォントの寝てない、ほんとほんとみたいな、遊びに行こう今度今度、何も関係ない単語ってやつ。そう、ほんとに何も関係ない単語をの韻を踏んでいくっていうゲーム。ポニョの歌詞は全然サビしか覚えてない。あ、いやでも覚えてるわ。つむじかぜさん、あー、たいやきちゃんありがとうございます。そう、すごい面白いゲームしかやってらっしゃらないので、ツイッターじゃん、 TikTok で結構やってらっしゃるかな、そういうゲーム。クレイジーダンスゲームも結構面白くて、クレイジーダンスゲーム、クレイジーダンスゲーム、わからん。あ、そう、韻を踏むんです。今踏んだのはフォントコンドの韻を踏んだんですけど、本当に関係ない単語を3個言うよっていうゲーム。そう、今度ジブリの映像かどうかと、番組やってるよ、関東関東、何も関係ない。そう、なんかちょっと替え歌っていうんですかね、そんな感じです。クレイジーダンスゲーム、ウィゴ
マブダチドラゴン、マブダチドラゴン。クレイジーダンスゲームは本当にもうクレイジーな、もうなんか全然関係ない単語と関係ない単語を組み合わせてクレイジーな単語を作るゲームなんですけど、例えば、いやでも本当ね、やってらっしゃったのはマブダチドラゴンって言って、マブダチドラゴン、なんかドン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 っていう音に合わせてゲームを、ゲームって言葉を言っていくゲーム、マカロニカーテみたいな、そういうこと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 。時計回りイヤホンとかそうそうそう、ちょっと Wi-Fi 回復中なんで待ってくださいね。時計回りイヤホン、薄焼き卵、そう、普通や普通の普通の薄焼き卵や。なんか本当に種類の違う単語を、リズムに合わせて言うゲーム、単語組み合わせた単語を言う。だからほんと目玉焼き、目玉焼き Wi-Fi とかほんとになんかもう、ん?みたいな単語を作って言うゲームです。生ハムドアの、うまいねうまいね。だけど電話しなかったね。忘れてたわ、普通に忘れてた。あつー、終わってしまった。悔しい、なんで悔しいね、なんで悔しいの。激熱い、待って、ごめんなさいね、一度だけ避けさせてもらいます。あら、ヒル下がって、リカバリー東京、リカバリー東京、クレイジーダンスゲーム、クレイジーダンスゲーム、ヒューゴ、リカバリー東京、リカバリー東京。今ね26、7でちょっと暑かったんで26に設定してます。そう、ショールーム中はね、あの窓を閉めてるんですよ、いつも。そう、周りの人に、お、やばい、これいいか。そうだから、たい焼き宮崎ドレッシング洗剤君得意だね、うん、得意だわ、多分。サランラップ運動、サランラップ運動、関連したワードになっちゃったらダメだけど、いや全然もうクレイジーダンスゲームは本当に単語じゃなく、単語組み合わせなくてもいいんですよ。片っぽ、片ガタガタ、片っぽ、ガタガタ、片とか、
とか、これはベナ君っていう人が言ってたやつかな、そのメンバーの。マブダチドラゴン、片っぽガタガタガタ、なんだったっけ、なんか全部忘れてたけど、めっちゃおもろいんですよ。ぜひちょっと横浜勢見てみてください。そう、最近ハマってます。めっちゃおもろいんですよ。うんうん、焼きそばもの欲しい。めっちゃ得意やん。めっちゃ得意すぎてびっくりする。マジでおもろい。本当にもうなんか意味わからん単語になった、クレイジーな単語になったら OK のゲームです。もう何でも OK、 本当に。そんな感じなんですよね。文字数同じ、多分リズムに合ってればいい。なんかドン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 っていうリズムに合ってればいいよっていう。だからタカタカタカタでもいいし、タカ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 でもいいし、タカ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 タでもいいし、そうリズムに合ってる。なんかありましたよね昔、なんか誰の番組だったっけ、じゃないか、冷凍テレビ、冷凍テレビ、そう瞬時に。でも最近インゲーム流行ってますよね。流行ってる人は流行ってると思う。インゲームっていうのはこうなんとかって言って、それをもう順番に韻を踏んでいくゲーム。スライムサンダル。もういいよ、うまいし、ほんでうまいし。これ楽しい。そうやろ、やってみて。クレイジーダンスゲームって言って、クレイジーダンスゲーム、 Here we go。 冷凍テレビ、なんかこうポーズしてみんなでダンスするってやつ。本当はね、だからドレッシング何ドレッシング選択なら、ドレッシング選択ってドレッシング選択っていう感じで、ダンスをつけ、ダンスっていうかその身振り手振りをつけて、それをその 3人でやってたら、その3人以外の2人の人も真似するみたいな遊び。もうめちゃめちゃおもろいよ。そうちょっと意味わかんねえなって方は TikTok って横浜勢って調べたら出てきます。振り回るの最後に難しそう。いや全然自分が考えた頭の中で想像したものをこうやって表すだけなんで、ほんとコップから花束とかだったら、コップから花束って、ほんとにもう何やっても OK。 そう画面がね
なんか新しくショールームが新しくなって反転になっちゃったらしい。でも設定で変えれるっぽいからぜひ変えてみてください。ヨンミンさん、たい焼きちゃんありがとうございます。いつまでやってる、一人ずっとやってんね、この人ずっと言ってんね。うまいし、しかもめっちゃハマってる私の友達お笑いセンスえぐい人、えぐい子が盛りだくさんだからさ、みんなでやりたいですね。もう同窓会でやろうじゃん同窓会でやりましょう。これステージ式でやりましょう。クレイジーダンスギブ。アリさん、さん、たやきちゃんありがとうございます。めちゃめちゃ、多分特技に書いていいと思う。ほんと。片方を食べ物にすると面白くなる説。確かに、まあオリゴ糖テーブル言うてもねえ、マルチスクラッチ、それ77の方やそれ。クラッチルッチパパラッチスクラッチって77じゃんそれ。さあこの頃夜に寝るとき暑いですか？暑いですね。でもそんなめっちゃ暑いってわけでもない。めっちゃ風邪ひいたけど大丈夫そう。え、何？ちょっとさ、あ、いい感じ。一度下げただけで全然違うね。そう、私はめちゃめちゃガンガンに冷やして、ガンガンに冷やすって言っても27度とかで冷やすんですけど、全然外の空気の方が全然寒いっていうか涼しい時が結構最近、夜は割とあったかい、もう夜も暑いなって日も多いんですけど、うん、でもなんて言うんだろう、なんか意外と開けててもいけるかなっていう日はもうなるべく冷房は使わずにやってます。私あのね、なんて言うんだろう、なんか分かんない、なんか前世に何があったのか分かんないけど、原始、なんか、なんて言うんだろうね。電気とか、エアコンとか、そういう、文明の発達みたいなものがちょっと苦手なんですよね、多分。そう。
そう、電気も、もうほんと夕方の本当に部屋が真っ暗になるぐらいまでつけたくないんですよ。自然光が大好きすぎてずっと消してますね。そうで気づいたら暗くて、あー電気つけなきゃなーって思いながらしぶしぶ電気つけるけど、さすがに電気つけないと見えないから。でも本当になんて言うんでしょうね、ちょっとなんていうの、本当部屋を出るときに私あの扉を閉める癖があるんですけど、まあ大体開けていくんですけどね、ちゃんとちゃんとってなんだろう、開けていくんですけど、本当にねこうどこかに行って帰ってきたときに本当に部屋に熱気が溜まりすぎてやばい、もう扇風機じゃ間に合わないって時は冷房つけてちょっと冷やしてからとかにしてますけど、2時代の方本当にそうなんですよね。言いたいこと本当にもうなんかエアコンも好きですよ、もちろん。もうこんなに涼しい空間を作り出してくださって本当にありがたいと思ってるし、エアコン作ってる人天才だと思ってる、本当に。だってもうエアコンなしで生きられない世界になってきましたからね、温暖化とかで。本当にもうこんななんかちっちゃい頃こんな暑かったっけって思うぐらい本当に暑いなって思うんですけど、本当に暑くなってきましたよね最近。いやエアコンはね本当にないとやばいなとは思うんですけど、別になくても私生きられると思うんですよね、まあ生きようと思えば。生きる方なら洗濯で洗剤使いたくない、いやでも洗濯は使いますね、ちゃんと洗いたいので。はい、乾燥肌。何があれなんだろうな、でも電気かな、エアコン。だってエアコンでも私も本当私ドライアイなんですよ、だからエアコンつけたら本当目がカピカピで、もう今もやばいんですけど、教室にエアコン設置されてた、されてたよ。うーんそうなんですけど、そう私ドライアイすぎてエアコンが苦手なのもある、それは一理ある。あ、それがエアコンが苦手な理由がそれかな。もう本当、あ全然もうとか言うと見えないけど本当にずっとね、ずっとまばたきしちゃう、永遠に。それは50のおじさんのセリフです。なんだろう、30度超えたりすごかった。そうなんだ、そんなに。いやなんかでも本当にあれ去年こんなに暑、去年っていうか一昨年とか、本当それこそ小中学生の頃とかこんな暑かったっけって思ってたけど、まあ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 そりゃそうだよね、小学校の頃に冷房つけてたし、そりゃそうかと思った。今扇風機が持っていくね。私はねもう効率よくお部屋を冷やしたいので、エアコンが例えばこういう風が来てたら、こういう風が来てこういうお部屋で、まあ、これをこうやってしたものなんですけど、それをエアコンがここからこう流れてきてるとすると、ここに扇風機を置いてこう、まあ、全部回るように、ここの角とここの角にこう風が行くような設定に置きます。そう設定なこのいい感じの位置に置きます。そうもう早く冷やしてから。でもガンガンでやっちゃうとそれこそ電気代とかも部屋に高くなるし、地球にも悪いですし、
ゆいゆいみたい。ゆいゆいみたい。効率よくってこと？それこそなんとかですし、しんいちろうさん、ハート、ひろいろさん、たやきちゃんありがとうございます。もう一回言って。あれか、部屋があってクーラーがか、だいたい角っこについてるじゃないですか。クーラーって業務用のとかだったら真ん中につけれるけど、そう、私の知り合いの方が業務用の、親戚の人がね業務用のやつにしてるわ。まあそれ置いといて、そう、ここからこう風が来るっていうか、エアコンについてはだいたいこう来るんですよ。もうほんと高性能なエアコンとかじゃない限りだいたいこう来るから、ここにサーキュレーターを置いてこう360度回るようにするか、もしくはこのお部屋のちょっとこっち側、角じゃなくちょっとこっち側に置いてこう当てることによって、角をこう、なんて言うんだろうな、角と角を、あ、これちょっと汚れちゃった。ここから来まして、ここに置いて、こうで風がこういう風に動く。このサイクルを作るみたいな。それをやってますね、私は。まあそれだけ。やばい、除湿ならまだ体に優しいじゃん。確かに。そうそう、もうあの冷房がそう一方にしか行かない冷房とかだったら、ほんとぐるーっと回るような設定というか設置にします。風が、冷たい空気がもうこうエアコンのとこに戻って、そのエアコンの風でまた回るような、こういう設定というか、こういう設置にしてね、ぐる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 冷たい空気を回そうとしております。立山研究さん、たいやきちゃんありがとうございます。生まれた頃に初めてクーラー買った。え、そうなんですか。みんなそんな感じ。2002年とかそんな感じ。あ、ほんと暑い。そう、はうん、まあでもさ、私ね、暑すぎてさ、こう寝苦しくてっていうのがは一番嫌なので、寝苦しくて寝れないみたいな。もう暑すぎて、もうなんか寝たいのに暑すぎて寝れないっていうのが一番嫌なので、そういう時はもう普通に冷房つけさせていただきます。で、朝って結構涼しいことが多いので、朝切れるように、例えば12時に寝るとしたら4時間後ぐらいに切れる設定にしてますね。でちょうど多分6時とか7時に起きる、5時間後ぐらいかな、5時ぐらいに切れるようにしてます。そうで、朝起きたらまだ若干こう冷たい空気が残ってるんですけど、ちょっともう温度が落ちてきたなってぐらいの時に、多分ちょうど7時ぐらいに起きるから目が覚めるので、
で7時、6、7時ぐらいがちょうどいいかな。でその窓を開けて朝の空気を味わいます。私本当に私人生何回目なんだろうって自分で思う。太陽光で目覚めつつ朝の空気を吸いたいので窓は開けますね毎日。なんかね寒くても窓開けたくなっちゃうんですよね。そう扇風機の風当たりながらね足はいいんじゃない？多分あの顔頭あたりが当たったら良くないらしいので、そう冷房の空気を直でとかはやめた方がいいらしいので皆さん注意です。冷房の風とかね扇風機の風直にとか、そうよくそのまま食ったまま寝てます。あらドレスのたい焼きありがとうございます。効率的に考えるの普通なんだね。割とそうかもしれない。ほんともそういうとこだけですよ。勉強とか嫌なことはもうあの効率とか考える前にもう脳が回らないんですけど、スノッチさんハートありがとうございます。時間大丈夫なんですよ。私も800日もショールームしてるのでね、何分前にランキング見ればいいわ分かるんです。58分になりましたランキング見ます。それで2分前くらいちょうどいいんです。イエイ。ゆきちゃんさんだるま、そのちさんハートありがとうございます。ということでランキング見ます。13位ヨンミンさんミスさんはありがとうございます。12位 MT07 さんありがとうございます。11位ゆうあとさんありがとうございます。10位しんごさんありがとうございます。9位オムライスさんありがとうございます。8位いちひろさんありがとうございます。7位いっちゃんさんありがとうございます。6位立山健介さんアットマークミニオンありがとうございます。5位ベルちゃん会長さんミスさんはありがとうございます。4位竹本さんミスさんはありがとうございます。3位あのえさんミスが最高ありがとうございます。2位しっぽYKN さんありがとうございます。1位つむじかぜさんありがとうございます。そしてたいやきちゃん投げてくださった方ありがとうございました。ということで4647人の皆さん本当にありがとうございました。この後ねインスタのねあと30秒あるね、インスタの IGTV に弾き語りをまた載せるのでぜひ見てください。それではちょっと12時過ぎちゃうかもしれないけど、ぜひいいねとかコメントとか拡散とかぜひしてください。そしてガールズセレクションの投票もよろしくお願いします。このまま1位で突っ走りたいと思っているので皆さんの力をお貸しください。それでは4712の皆さん本当にありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。アニョン、チャチャ、アリョー、バイバーイ。